大谷氏でビリーブユーワールドタッグマッチ30分一本勝負を行います。東北仙台で行われているオールトゥゲザーはブレイブニューワールドと銘打たれた第4試合を迎えます。ブレイブニューワールド、勇敢な新しい世界と直訳できますが、素晴らしい新世界という意味もあります。果たしてこの4人の戦いはどんな世界を見せてくれるんでしょうか。まずはプロレスリングの杉浦隆、そして新日本プロレス高橋裕次郎、その高橋裕次郎を先頭に、その後ろ杉浦隆、同じ T シャツに身を包みまして入場してまいりました。さあこの花道を下ってリングに向かってきます。共にアマレスのバックボーンがあります。自衛隊時代に数々の実績を残した杉浦隆は、そして大学時代に実績を残した高橋、共にオリンピック予選スラム、インカレスラム、名は違えども同じ技を得意技とするこの2人です。果たしてこの2人はどんな新世界を見せてくれるんでしょうか。日はまた昇る、そのように背中には書かれています。アマレスの技に対抗する赤コーナーの入場です。この2人には野生味という共通する魅力があります。去年11月全日本プロレスで大森隆夫とゲットワイルドというチームを結成した曽谷学、そしてその後ろ真壁陶器にはキングコングという異名があります。力を鼓舞する野生味あふれる2人が生み出す新世界、果たしてこの試合が終わった後、新世界のその栄光の光の中で立っているのはこの赤コーナーの真壁陶器、曽谷学なのか、あるいは杉浦隆、高橋裕次郎なんでありましょうか。さあ今ようやくその曽谷学がリングに上がってまいりました。ブレイブニューワールド第4試合、このヘビー級4人によりますタッグマッチです。放送の解説は引き続き石森泰治選手です。よろしくお願いします。お願いします。石森さん、はい、力と力のプロレスらしい試合が展開されそうですね。そうですね。さあいきなり杉浦と真壁、さあラリアットの打ち合い、そしてもう一度ロープに振って、杉浦真壁ともに倒れません。そしてもう一度いった、さあかわして杉浦が画面ハイキック、真壁が倒れた。しかし真壁すぐさま立ち上がってショルダーアタック、そして吠える真壁。ともに IWGP そして GSC 各団体がその象徴でありますヘビー級のベルトを巻いたことのあるこの真壁と杉浦です。そうですね、はい、この4人全員パワーファイターですよね。そうですよね。そしてこの赤コーナーは真壁陶器から曽谷学、そして青コーナーは杉浦隆から高橋裕次郎にタッチが交わされました。さあリング中央で組み合いますこの2人です。石森さん、はい、まあ、この4人、はい、本当に力のある4人ということになると思うんですけども、ね、体格見てもらえば分かると思いますけど、はい、もうスピードじゃないですよね、どう考えても。そうですよね、はい、180センチ、108キロの曽谷学です。そして一方の高橋裕次郎が177センチ、105キロです。さあ、体当たり、ゴブとゴブ、そしてこれも体当たり、ゴブとゴブ。本当に激しい衝撃がそこに体の中に伝わると思うんですけども。そうですね、これはすごいですよ、はい、一発一発が大きいですね、本当に。ただやはりそこにあるのはプライド、そのプライドが体を起こさせるという部分はありますよね。そういう部分ありますよね、やっぱみんながみんな、はい、この4人は、はい、俺が一番だっていうところをずっと見せようとしてるじゃないですかね。そうですね、力では負けないっていうところ、はい、さあ高橋がラリアット、そしてすぐさまこの曽谷を起こしておいて場外に落とします。さあ一度真壁に突っかかっておいて場外杉浦、さあ場外で杉浦が激しいエルボーを連発でいきます。はい、
同じ T シャツ着てきた2人ですけども、ね、息が合ってますよね。そうですね、なんかタッグチームとしてなんか成立してます ね、はい、そうですよね。知らず知らずの間に、場外出したら杉浦さんが言ってます、はい、そうなりますと、はい、杉浦というのはオリンピック予選スラムという技があります、はい、一方で高橋裕次郎はインカレスラムという技があるんですけども、これがほぼ同じような動きをするわけですよね。あ、ですからその共演という場面もあるのかもしれませんね。期待しても良さそうですね。そうですね、共にアマレス出身です。この高橋裕次郎が高校時代から日体大を経まして、はい、アマレスで活躍しました。一方のこの杉浦もアマレスで活躍してましたね。そうですね、オリンピック予選まで行きましたからね。そうですね、本当に。さあ、その GAC のベルトも巻いたことのあるこの杉浦がカバーに入りました。そして後ろから今度はスリーパーホールド。あ、そう思うとそうですよね、はい、2人ともアマレスで結果を出してるんですよ、全日本ですよね、そういう共通点があったんですね、はい、そしてこの2人の共通点といいますと、はい、共に大事な試合で真壁に勝っているという共通点があります。杉浦隆は、はい、2010年の2月にこの杉浦がチャンピオンだった時に真壁の挑戦を受けたんですけど、ありましたね、はいはい、2010年の2月のGSC の戦い、見事にこの真壁を下しています、はい、それで高橋選手は、はい、高橋選手はですね、去年の G1、はい、あー、そうなんだ、真壁選手を破って3勝6敗。真壁選手がこの高橋選手に勝っていれば、あるいは決勝進出かという場面で、そういう場面でこの、高橋が最後の最後にこの真壁をに勝って、そしてまあ、この真壁の決勝進出を阻止したという場面もあります。ただ今この曽谷学ですけども、はい、こう捕まっていますが力はありますね。そうですね、あとすごいコッシブがやっぱ目を引きますね、去年11月全日本プロレスで大森隆夫とゲットワイルドというタッグチームを結成しました、この曽谷学です。さあ高橋が今度はギロチンドロップ、そしてカバーに入ります片指固め。しかしどうでしょう、この鞘学も、まあ、カウント2で跳ね抜けています。息も、まあ、大きな息はしてますけども、まだ余裕がありそうな印象があるんですが、です、ね、多分まだまだあると思いますよ、無尽蔵のスタミナがありそうなこの鞘学です。さあその曽谷学がこの青コーナーの2人、いやそれにしてもこのアマレス出身の杉浦高橋、いいコンビネーションですね。そうですね、成立してますよね、はい、普通にタッグが、共に同じ T シャツに身を包んで入場してまいりましたこの2人です。さあ顔面ハイキック、曽谷がさあここで一発離したいところですが、顔面ハイキックを食らってしまった。さあ曽谷がロープに飛ばされて、そしてあーっとジャンピングしてのラリアット。この GSC のベルトを巻いたことのあるこの杉浦隆をなぎ倒して、今手を伸ばす真壁に今タッチが交わされた。さあこの高橋にも行きます、そして杉浦にも行きます。まあ、真壁にとってみればやはり個人的な思いというものがあるでしょうからね。そうですね。さあこのセカンドロープに乗ったところ、さあ拳を落としていきます。さあその真壁がこの杉浦を軽々と飛ばしていって、ノーザンライトスープレックスホールド、カウントは2です。すごいですね、お客さんが、この真壁コールが巻き起こっています、このサンプラ仙台サンプラザホールです。さあパワースラムからのカバーはカウント2、下を出しました。そしてこのお客さんの集まったお客さんのエネルギーを自らの力に取り込んだか。さあこの真壁と杉浦、この激しい戦い、アーツピアー一発、この杉浦がスピアーを見舞ってまいりました。そして真壁を捉えてバックを捉えた。さあオリンピック予選スラムか、あっとジャーマンか、あーこれはエルボーで切り返している。さあラリアットかわしてバックからジャーマンスープレックス投げっぱなし、どうでしょう、受け身取れましたかね。そうですね、ちょっと危険な角度で落ちましたね、そして高橋裕次郎にタッチをかわします。まずこの赤コーナーの2人を分断しました。そして杉浦と高橋裕次郎、
この高橋裕次郎が杉浦を呼び込んだ、はい、さあ真壁に対して、そしてまずは杉浦を振っていった顔面ハイキック、そしてその後ろ高橋裕次郎がもう一度顔面ハイキック、真壁がふらついている、その真壁を捉えてストマックにキックを放った。さあ今度は前に落としておいて後ろから今度は高橋裕次郎引っこ抜いてジャーマンスープレックスをホールド。どうだ、真壁が何とか肩を上げました。すごい力ありますね、本当ですね。あんなうつ伏せの状態から持ち上げる人って、はい、なかなかいないですね。相当の背筋力が必要ということになりますよね、はい、さあバカーと左のラリット、さあ苦しい状況の中でも立ち上がってきたのはこの真壁闘技。その真壁闘技がその曽山田部に手を伸ばしました。タッチ成立。さあ先ほどまでのダメージどこまで回復しているかですけども、曽山田部の動きどうでしょう。あ、まだまだ大丈夫ですね。そうですね、すごい出してきてるんで、はい、やはり無尽蔵なそのスタミナ、ゲットワイルドのそのタッグチームの名の通りワイルドな戦いぶりを見せているこの曽山田部。エルボーの打ち合い、かつて GSC のベルトを14度防衛した杉浦を相手にして一本ひるむことがありません。捉えた捉えた捉えた、そして担ぎ上げるか。さあ担ぎ上げたジャーマンスプレックス、ブレンバスター、ブレンバスターで担ぎ上げました。さあカバーした。いやーすごいですね、捉えてるところあんなに持ち上げるって本当にすごいですね。そうですね。さあそしてもう一度今度は肩に担ぎ上げた、肩に担ぎ上げて、おっとワイルドスクラップ、カナディオンバックブリーカーから自ら膝を落としてダメージを与えていきます。さあ拳を握った、そしてその右手拳を一つ突き上げました。さあワイルドボンバー、決まりましたね。これ見事に決まっているが高橋裕次郎カットマンにあった、いい連携を、いい一撃でしたね、はい。さあ今度は青コーナーの2人が分断されました。そしてジャーマンスープレックスの体勢、しかしエルボーで切り返した。そしてもう一度ジャーマンスープレックスは杉浦、それを切り返して、いやもう一度掴んだ、掴んで、あっとニュートラルコーナー距離を取った。危ないですね、このままと、GSC の戦いの中で何度となく見てきたこの、あっと今度は、あしかし高橋です。真壁が来ればそこに高橋、試合の権利はこの真壁、杉浦隆と曽山ラブにあります。さあ気合を入れ直したこの曽山ラブ、しかし顔面ハイキック。さあ杉浦が冷徹に見つめている、その杉浦がもう一度顔面ハイキックふらつきますが、この曽山ラブもう一度突っ込んでいったところ、ラリアットかました。あと担ぎ上げてデスバレーボム。さあ片指片指カバーしている。なんとか杉浦右肩を上げました。ダメージちょっと大きそうですね。そうですね。はい、さあホール返す力がなくなってきてるんで、はい、ちょっと効いてますねこれ。さあこの杉浦が軽々と持ち上げられましたが、しかし切り返してジャーマンスープレックス投げっぱなし。そしてもう一度、あ今度は2位をあてがっていきます。さあ片指片指ロープ、あーカウントワン、カウントワンで返します。さあもう一度行くぞという合図を見せました杉浦隆。その杉浦が、あーっと膝蹴りを止めている富山鍋、そしてあーかましたジャマンスープレックス、ホールドした、カウントが入る、どうだ、あーっとカウント、カウント2、まだカウント3には至りません。そしてこの杉浦隆が、あ、来た、オリンピック予選スラム、真っ逆さま高橋が真壁を抑えて、今岩又昇るこの杉浦隆裕次郎、アマレスという共通点のある2人が富山鍋から勝利を奪いました。いやそれにしても力強い攻防でした ね、 さっきの試合とは本当に全然違くて面白かったですね。そして真壁は杉浦の前に立ちます。
やはり個人的な思いはあるでしょうね。勝負タイムは10分46秒。最後はこの杉浦隆のオリンピック予選スラム、このオリンピック予選スラムで瀬山信からスリーカウントを奪いました。いやー、共に同じ T シャツに身を包んできたこの2人、その背中には日はまた昇るという映像が書かれていましたけども、まさにこの東北の皆さんに、はい、いい言葉ですね、メッセージを送ることができました。そして今ゆうゆうと花道を登っていきます、この高橋一郎と杉浦隆です。新日本プロレスの高橋、そしてノアの杉浦が新日本プロレスの真壁、全日本プロレスの曽谷真壁組を下しています。オールトゥゲザー 2.19 仙台サンプラザホール第4試合まで終了しています。今ようやくこの3カウントを聞いた曽谷真壁がこの会場を後にしようというところです。まだふらついています。それだけ